日本鹿児島県鹿児島市花の光が丘花の光が丘は鹿児島県鹿児島市の町底。郵便番号は891-1204。人口は3607人。世帯数は1600世帯。花の光が丘1丁目及び花の光が丘2丁目が設置されており、花の光が丘1丁目及び花の光が丘2丁目の全域で住居表示を実施している。 鹿児島市の北部、甲月川中流域に位置している。全域が花の団地として開発された新興住宅地であり、第地条にある。町域の北方から西方にかけては、南吉町、岡野原町、南方には千年、西意識、東方には岡野原町が接している。また教育施設は、町域の南西に、鹿児島市立花の小学校が位置している。 1977年に花の団地の造成に着手し、完成後の小学校校区は、鹿児島市立意識小学校と鹿児島市立川上小学校になっており、両校の児童数増加に伴い、1986年には、鹿児島市立花の小学校が開校した。1992年9月14日に花の団地地区において住居表示が実施されるのに伴い、 岡野原町及び、南吉町の一部より分割され、花の光が丘一丁目及び、花の光が丘二丁目が設置された。2016年2月1日には、岡野原町の一部が、花の光が丘一丁目に編入された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。